ただいま妊娠7ヶ月26週と5日でございます。赤ちゃんの大きさは今カリフラワーぐらいらしいんですけど、でもお腹出すぎです。もうね、半年の時点でプラス9キロ、そして7ヶ月に入り元の体重からプラス10キロになってまして、もうあと2、3キロで60キロ突入します。マジでやばい。よいしょ。お腹はね、今なんです、なんかもうこれ乗ってるもんね。これ多分脂肪ですね。普通に脂肪、マジでやばい。ということでヨガマットを引いてここでよくヨガをしております。ちょっと始めだそうかった。ウォーキングもね、妊娠7ヶ月過ぎたぐらいからようやく行くようになりました。普段は寝つきも悪いし、そんな昼寝とか全然せえへんタイプやったのに、寝ようとしてなくてももう勝手に寝てしまってることが多くて、ほんまに不思議ですね。でも胎動もどん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 強くなってきてて、さっきもねポコポコ動いてたんですけど、このポコポコで目を覚めることがあります。ただ後期に入るともっともっと力強い胎動になるとのことなので、ビビってます。あと動悸や息切れももっと赤ちゃん大きくなってくるにつれてね、ここの上の部分が圧迫されて呼吸が浅くなってしまうっていうのも、うわ今以上にかと思ってビビっております。でもすごく楽しみです。エコーで見るときに赤ちゃんのお顔がちょうどカメラの方に向いてくれたらいいんですけど、前回はうつ伏せになったりとか、こう背中向けられてたりで表情もわからんし、お股も見えへんしっていうので残念でした。もうね、1ヶ月に1回の検診、2週間に1回の検診っていう、たまにしかないこの楽しみな検診の日に見れへんって、もうほんま運ですけどね、次は見れたらいいなと思っています。ということでですね、今もまだコロナで自粛生活が続いているので、YouTube を見ながらいろんな運動をしていきたいと思います。やばいなほんま、あのね、とりあえず、プラス体重が12キロ、まああとプラス2キロって残り2ヶ月でもっと増えるやろうから超えちゃうかもでしょうけど、なるべく12、3キロでとどめれるように無駄な脂肪は落とせたらいいなと思ってます。あーむずいやろな。頑張ります。じゃあね。